ドイツ海軍は1935年から1945年までナチスドイツが有したドイツ国防軍の海軍である。第一次世界大戦の敗戦を経てベルサイユ条約の下にドイツ海軍は縮小を余儀なくされた。またルートビヒフォンドイター提督によって勧告されたスカパフロージチンに対する報復措置として U ボートを含む わずかな残存艦艇及び海軍施設の大半が戦勝国によって接収された。このため、旧ドイツ帝国陸海軍を再編したバイマル共和国軍における海軍が保有する艦艇は戦前に建造された旧式艦や小型艇が大半であり、新しい艦艇もベルサイユ条約の禁止規定に合わせて建造中のドイッチュラント急装交換にとどまった。また、 艦艇の総配水量とともに兵力も厳しく制限されていた。1933年に政権を奪取したアドルフ・ヒトラーは1935年に再軍備を宣言し、その3ヶ月後にイギリスと英独海軍協定を締結した。これにより潜水艦を除いたドイツ海軍は対英比率35%を合法的に拡張することが許された上、 船体サイズもワシントン海軍軍縮条約に準じた、戦艦3万5千トン、従順洋艦1万トンまで拡大された。これを受け、海軍の拡張計画も開始される。しかし、フランス海軍の増強を察知したため、D 級総交換シャルンホルスト級の解説計を行い、同年にシャルンホルスト級二隻の建造が再開され、翌年にはビスマルク級二隻も寄港される。 この時期のドイツ海軍は、Z 計画に基づき、大規模な水上艦隊の建設を行う予定であった。1939年という早い時期に、大英海戦となったため、これらの艦艇の建造は遅れるか別の艦の素材に、転用された。1945年、トロンハイムの潜水艦文化前に停泊する、セブン型とナイン型の U ボート。ドイツは、 自勢力圏で確保が困難な軍事物資を入手するため極東の日本勢力圏との間で封鎖突破船と呼ばれる輸送船を運航した。写真はその一隻、オーデンワルト1939年、ポーランドに侵攻したドイツに対し、英英物は戦線復告。ヒトラーにとってもこのタイミングでのイギリスとの海戦は晴天の霹靂だったが海軍にとっても Z 計画がほとんど進展していない状況での改戦となってしまった。ベルサイユ条約破棄後、ヒトラーは、英英物の有力な海軍力に対抗するため、Z 計画をはじめとした大規模な県管計画を承認した。しかし計画達成を1944年としたため、予想外の第二次世界大戦の改戦とともに、有望と建造の拡大から大型艦艇の建造は遅れた。 この時点で、ドイツ海軍が保有する主力艦は、巡洋戦艦2、ポケット戦艦3、重重洋艦2、軽重洋艦6であり、また、ポケット戦艦と言われたドイチュラント級は、実質的には、重巡洋艦であり、イギリスの戦艦と正面切って戦う力はなく、シャルンホルスト級は高速ながら、火力に乏しく、ビズマルク級も完成当時は、 世界最大の戦艦であったが、ベルサイユ条約のため、心臓艦の建造数が少なく、設計が古かったことが災いして、同時期の各国の新鋭戦艦に比べれば、問題のある艦であった。また、航空母艦もなく、重巡洋艦、軽巡洋艦、駆逐艦も十分ではなかった。法日のごとく、空軍との対立ゆえに、海軍航空隊も弱体であり、なおかつ空軍も、 海上での戦闘を得意とするアメリカの F4 回のような巡航性能に優れた単発戦闘機を実戦配備どころか開発すら行っていなかったため海上の制空能力は皆無に等しかった。ドイツ海軍を率いるレーダー提督はこの状況を今や海軍は勇敢に死ぬことを知っているだけだと表現したという。U ボートは海戦と同時にイギリスの海上補給路を攻撃し始めた。 ドイツ海軍は水上艦艇も通称破壊戦に投入し、海戦数ヶ月でアトミラル・グラーフ・シュペーは数万トンに達する戦果を挙げた。U ボートはイギリスを崩壊寸前まで追い詰めた。後にチャーチルは私が対戦中に恐れたのは U ボートの脅威のみであると語った。第二次世界大戦におけるドイツ海軍の基本は通称破壊戦である。海戦時に ドイツ海軍が保有する大型艦はわずかであり、まともにイギリス海軍に挑めるはずもなかった。イギリス沿岸に対して、厚生的機雷布設作戦を実施したほか、大西洋を中心に、ノルウェー海や地中海、遠くはインド洋まで U ボートによる軍狼作戦を行い、ポケット戦艦、仮想巡洋艦を派遣し、連合軍輸送船団を攻撃した。イギリス海峡では、 S ボートによる襲撃を行っている。英米もこれに対処するために輸送船に駆逐艦をつけたり、護衛空母をつけたりした。特に戦争終盤は U ボート側の損害が増大し、最終的な戦果のバランスシートは意外なほどに低いものとなっている。バレンツ海海戦での海軍の対応に激怒したヒトラーは水上艦隊の解体を宣言した。ドイツ海軍総司令官。 エイリッヒレーダーは、権威が失われたと辞職し、公認の U ボート船の司令官であったカール・デー・ニッツは、水上艦艇の存在の重要性を解き、ヒトラーの命令を事実上撤回させた。しかし、乏しくなった資源は、水上艦艇より、潜水艦の建造や修理に割り当てられてゆき、さらに英軍の攻撃により艦隊は、消耗を続け、 シャルンホルストの沈没した1943年12月のクリスマスに起きた北岬沖海戦以降、戦争終結時のソ連軍からのドイツ難民救出作戦まで戦艦、従順用艦等の大型艦に目立った活動はない。これに対し、駆逐艦、水雷艇や S ボートなどの小艦艇による宴海域での作戦行動は各戦域で常に行われていた。 ドイツの増艦技術は、ベルサイユ条約による、艦艦制限のため様々な技術的停滞の影響を受けた。上部構造物が大きく、トップヘビーの傾向がある感が少なくなかった点はその一つ。レーダー提督は空母の必要性を痛感しており、そのため、海軍航空隊の設立と空母の建造をヒトラーに要求してはいたが、 Z 計画でもわずか4隻に止まるにもかかわらず、ポケット戦艦の後継艦の装甲艦は12隻も計画されていた。空軍側も空母航空隊の管轄問題で非協力的な態度を示したために計画は遅延し、最終的には艦載機が空軍の所属となることで決着した。グラーフ・ツェッペリンは1940年にはほぼ完成したが建造が中止され、 85から90%の完成状態のままに置かれていた。関西機はその航続力を活かして陸上に配備された。1942年に再開されたが、1943年に再び建造中予されたため、1945年1月に自沈した。1942年に、 空母改装が決定したウェザーは20センチメートル、主砲等2機を撤去した段階で放置されたまま、終戦まで経流されていたエビー、戦争海軍論文、バイム、ズグメイスターで、2011年7月18日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2010年4月8日閲覧、 http コロンスラッシュスラッシュ www にダッシュ wapons.com スラッシュペアマートスラッシュクリークスマリーネエンジニアズオブビクトリーポールケネディ p185 ありがとうございます